ところは曇り時々雪。マイナス8度。マイナス3度。カタール大会決勝はアルゼンチンとフランスが3対3で延長戦でも決着がつかず、ペナルティーキック戦の末アルゼンチンが優勝を果たしました。試合は前半メッシ選手がペナルティーキックを決めるなど、アルゼンチンが2対0とリードして折り返します。しかし後半はフランスが反撃、エムバペ選手が2得点して追いつき延長戦に入ります。延長戦後半こぼれ